こんにちは、マサです。昨日、日経平均がさらに暴落するかどうかは、今夜の雇用統計が重要ですよっていう話をしたんですけど、残念ながら悪い方向に行ってしまいました。昨日の雇用統計の結果なんですけど、雇用者数は予想が16.5万人だったんですけど、 結果は14.2万人です。そして失業率は4.2%とそのままでした。悲観するほど悪くはなかったんですけど、ただし6月と7月が下方修正されました。こういう微妙な結果なんで、ドル円レートは円高に行くか円安に行くか迷ってたんです。 144円から142円まで迷ってたんですけど、結果的に円高に行きました。ですから、アメリカの景気に対してネガティブに反応したってことです。ただし、今月の FOMC において、0.5%の利下げを織り込むほど雇用統計が悪くなかったんで、 142円で収まったってことです。ダウ平均も最初は悪い反応はしてなかったんですけど、徐々に下がっていきました。結果的にマイナス410ドルです。そして日経平均先物なんですけど、円高と米国株の下落につられて、1200円落ちました。 ですから、来週の月曜日は、ちょっときついかもしれません。3万5千まで落ちるかもしれません。そうなったら、たった1週間で3 7七百円の下落っていうことになります。暴落ですよね。そして、今月の FOMC において、0.25%の利下げが、 70%織り込まれてます。さっきも言ったように、いきなり0.5%の利下げをするほど悪くはなかったということです。あと3回 FOMC は残ってるんですけど、年内で言うと4.25か4.5%です。ですから1%から 1.25%利下げをするかもしれませんってことです。もしトランプさんが当選したら早く利下げをしろって言ってくるはずです。ただし大統領の就任は来年の1月ですから来年ですね、メインは。ということで以上ですけど来週はちょっと憂鬱ですね。 狼狽しちゃうと、ろくなことがないですから、よく考えてから行動した方がいいです。私からは、買えとか売れとか言えませんけどね。個人的には、また世界中で、ジャブ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 してきますから、上昇したら売りたいなっていう感覚があります。来年の夏ぐらいですかね。そこで、一旦、 処分したいです。仮想通貨とかね。いつかドカンと下がると思ってますから、どこかで売りたいんです。ちょっと怖いんです。では以上です。ご視聴ありがとうございました。